アモス・オーズは、イスラエルの作家、ジャーナリスト、ベングリオン大学文学部教授。1967年から、パレスチナ問題の二国家解決の主な提唱者の一人であった。統系のシオニスト移民である父、イエフダ・アリエ・クラウスネルと母・ファニア・ムスマンの子で、アモス・クラウスネルとして生まれ、エルサレムのアモス通り18番地で育った。父は、ビリニュスで歴史と文学を学んでおり、 エルサレムでも図書館員検索家であった。母方の祖父は当時ポーランド領東部であったリューネで工場を営んでいたが、1934年にハイハーに移住していた。クラウスネル家の多くは、ウーハの修正主義シオニストであった。王子のヨーゼフ・クラウスナーは、ハイム・バイツマンに対抗するヘルトの大統領候補であり、ヘブライ大学のヘブライ文学会の会長であった。彼の家族は、 信仰を不合理とみなして軽蔑し距離を置いていた。他に労働運動からの支援を受けた社会主義的学校もあったが、家族の政治的な価値観に反したため、彼は、タハケモニの宗教的な学校で学んだ。著名な詩人のゼルダ・ミシュコフスキも教師の一人であった。中等教育は、レハビア・ヘブライ高校に進んだ。彼が12歳の時、母が自殺し、彼は反動を起こした。 このことは後に、自伝、エーテール・オブ・ラブ・アンド・ダークネスに綴られた。彼は労働シオニストになり、15歳で古田器物に加入した。アモスは古田家の養子となり終日器物で過ごした。この時に彼は、ヘブライ語で力を意味するオズに性を変えた。テルアビブはまだ自由ではなかった。器物のみが自由だった。と後に語っている。しかしながら、 本人の語るところ彼は労働者の災難であり、器物の冗談だった。そして息子、ダニエルの帰還自然息のためあらドに妻と移る1986年まで器物で過ごした。ただし作家として成功するにつれ、器物での一般労働の時間は減少していった。これは執筆収入から十分な対価が器物に支払われたことで認められた。彼は自身の言葉によれば、 農場の枝になった。大半のユダヤ系イスラエル人同様、彼は兵役でイスラエル国防軍に仕えた。1950年代後半は、寄物由来のナハルに配属され、シリア国境地帯で偵察任務に当たった。1967年の6日間戦争の折には、戦車部隊で市内半島に、1973年の第4次中東戦争時には、 ラン高原にいた。ナハルの後オズは、ヘブライ大学で哲学と文学を学んだ。器物の新聞と、ダバルが見えの投稿を除いて彼は22歳まで、著作を発表しなかった。最初の作品集は1965年のウェア、ザ・ジャッカルズ・ハウルであった。2018年12月28日、テルアビブにて、ガンのために死去、去年79歳。ありがとうございます。